コメント欄にて、複数のアカウントを使用して、非常に不適切な投稿を行う人物を確認しましたので、再度、閉鎖させていただきました。一部のものから、皆様に、大変ご迷惑をおかけいたしまして、大変申し訳ありませんでした。